はいどうも皆さんこんにちは、イサフトです。いつもご視聴ありがとうございます。今回は本日より開催されますダークビジョンズ 5.5 周年記念バージョンやっていきたいなと思います。で皆さんまずねお知らせ見ました。今回なんとねステータスボーナスが 500% もつくと。これはね非常に高い数値なのでぜひね積極的にここのキャラクターは使っていただければと思います。特にねノクトやアーデン後半のステージでねかなり輝けると思いますのでぜひ覚えておいていただければと思います。なので今回は下位ステージ僕はすべてねアクスターのみアタッカーはアクスターのみでやっていきたいなと思います。じゃあね早速今回は、雷の高魔域にやっていきたいと思います。はい、じゃあパーティーの紹介やっていきましょう。今回はね編成難易度はかなり落としました。なんならリュックの位置はね余ってるぐらいなんですよね。じゃあまずね敵の情報を見ていきましょう。ミニモグキャプターで種族が悪魔、弱点が雷、防御と精神が低いで水耐性の攻撃を行ってくる敵になっております。まずはね役割紹介していきましょう。フィニッシャーのアクスター、そして水属性 100% バフ役のティーダ、防御デバフ役のルーファウス神羅星7で、リュックがね一応雷付与できるのでまあそれをねちょっとお伝えしようかなと思って入れました。でコンチェ雷付与、そして雷の威力アップ、雷属性の 120% デバフをできるキャラクターになっております。かなり有能だね。そしてレギスは悪魔キラーの付与、そしてチェインアビリティを付与する役割になっております。じゃあ装備見ていきましょう。レギスは引き付け回避 100% の装備構成になっております。まあ武器はね1個だけ、気をつけていただければと思います。まあ二刀流にねしないようにだけ気をつけてください。で続いて、コンチェは、気をつけた点は武器1つだけ装備させております。で続いて、リュックも武器1つだけにしております。別にリュックじゃなくていいです、誰でもいいです。で、続いてルーファウス神羅も武器1つだけつけております。で続いてティーダも武器1つだけ採用しております。でラストアクスターだね。アクスターは今回 BS 前の装備はないんだけど BS 前から始めていただければと思います。というのもねあの EX 覚醒を進めることによって力の解放を覚えますので開幕 LB ゲージをマックスになります。もしねアクスターの LB ゲージ開幕マックスにならないよって方はリュックの位置を、まあ、ポネとかリルムとかに変えていただければ LB ゲージ問題なく溜まるかなと思います。で BS5 のアクスターだね。アビリティ、ブグバイ率、LB ダメージ、悪魔キラーはマックスといった感じになっております。装備はこんな感じだね。そして、アビリティはこんな感じになっております。よし、じゃあ早速、ミニモグキャプター、倒していきたいと思います。はい、じゃあやっていきましょう。まあ本当ね至ってやることはシンプルなんだよね。まずコンチェ使ってまあバフをかけていくんだけど、まあ、別にねコンチェじゃなくていいのでコンチェは雷属性の付与を味方全体に行いましょう。で雷属性のデバフもやりましょう。でルーファウス神羅、神羅は生まれ変わる、防御 84% のデバフを入れていきたいと思います。でティーダ、ここで、味方全体 250% のステータスバフをかけていきたいと思います。勢いに乗るっす。そしてブリッツマインドで、水属性の 100% バフかけていきましょう。でレギストリプル使って悪魔キラーの付与、 LB ゲージを回復、あとはチェインアビリティを付与。そしてリュックはねもうやることないので適当にね、まあリュックでデバフ役になっているんだけど、まあ、別にリュックは本当一参考として雷付与デバフ役が他にもいるよっていうのでリュックを連れてきました。リュックはもう適当でいいです。で、アクスターはまあ適当なアビリティ、ダメージを与えないアビリティがいいかなと思います。まあ、変に削りすぎちゃうとね敵の攻撃を誘発してしまいますので。でそしたら水属性の攻撃は全てレジストで、レギスが引き付け回避 100% になっております。じゃあラストフィニッシュ決めていきましょう。でアクスターの LB がかなりね特殊なんだよね。最初23ヒットした後にラストの4ヒットがかなり威力が高いのでここにチェーンを合わせるような形になります。 LB やっていきましょう。であとはひたすらルーセントクレイブ、一人でもね二刀流とかが混じっているとチェーンが途中で途切れてしまいますので武器の数は、まあ、なるべく一つに合わせていただければと思います。ではやっていきましょう。まずは、アクスターで適当に、チェーン最初適当に組んで、まあそのラストのね4連撃一番威力が高いものに、まあ、チェーンを合わせるといった形。これで弱点属性ダメージ、そしてチェインと最大ダメージを両立させることができますと。OK だね。
こんな感じで、まあ、アクスターのパーセンテージのパッシブというか、あのボーナスがめちゃくちゃでかいから、一人でね、400億ぐらい出せるんですよね。もう桁がおかしいんだけど、まあ、こんな感じでアクスターを使った、まあ、フィニッシャー一人で下位ステージは攻略できてしまいますので、ぜひ、お手持ちのフィニッシャーで攻略してみてはいかがでしょうか。最後までご視聴ありがとうございます。また次回の動画よろしくお願いします。それでは、さよなら。